地図五島は、マカオの地域名称であり、道区は、カカタギ道区を構成している。東には159.1メートルの大、山があり、西には、小、山がある。古くは、大五と小の二つの島からなっていたが、中央部が、シルトカと間隔の結果、つながることとなった。マカオ半島からは南に2.5キロメートルの位置に、あり、カラクヒサシ総督大橋。 マカオ遊戯大橋及び西安大橋の三つの橋がマカオ半島と島をつないでいる。関東省司会市の横琴島の東に位置し、かつては独立した当初であり、南に位置するコロアネ島との間は土手道である道連岸航路により接続されていたが、1990年代にコロアネ島との間が埋め立てられ、埋め立て地、個体地区を挟んで両島が一体化した。 マカオ国際空港、マカオジョッキークラブ、およびマカオ運動場はタイパ島に位置している。中国からの移住者は南宋時代に最も多かったが、ポルトガル人は1851年に島を占領した。タイパ島は歴史上中国語で竜田巻、慶慶、不可語、四道館などいくつかの名前で知られている。伝承によると、ポルトガル語と英語の名前タイパは、 タイパジ前の初期のポルトガル人移住者と中国人移住者との間の交流から来ている。ポルトガル人は地名を中国人に尋ねた。中国人の移住者はポルトガル語が全く話せなかったが地元の食料品店店主であった。しかし、ポルトガル語の飲めは関東語のもち米と発音が似ていた。ポルトガル人の移住者は彼らが米を売る時のオーバ ご致名であると勘違いした。しかしながら、この説を支持する証拠は何も残っていない。ありがとうございます。